はい、皆さんこんにちは、くみきこと船山くみこです。今日はですね、おうち時間ですごくネットショッピングする機会ってたくさんあると思うんですけど、なんと我が家にこんなにも荷物が今日一日で届きました。今日一日ですよ。ちなみに何点かというと、1、2、3、4、5、これを開けて6点届きました。何が届いたのかちょっとわからないので、1点ずつ開けていくのを楽しみながら、みんなとも楽しみながらの YouTube 動画を撮ってみたいと思います。この子から開けてみましょう。こちらです。柔軟剤。これ我が家でずっと使っている柔軟剤です。私が大好きで一人暮らしの時から使ってるんですけど、レノアのオードリュクスですね。これの詰め替え用が届きました。もう家にいるだけだけど、回す時間がすごい多いので詰め替え用買いました。そしてでれこちらも超日用品、ジョイです。料理する時間が多いので、これも詰め替えを買いましたね。まあ、ジョイがね、やっぱりキュッとして油汚れとかも落ちやすいので、ここの使ってるんですけど、今回はボタニカルフレグランス、これを初めて使います。楽しみです。はい、ちょっとドキドキですね。じゃあお次ね、これ開けてみよう。こちらのボックスを開けてみましょう。なんかでもね、宅配便ってちょっとね、まあ、最近やっぱり大変な時期なので、遅れたり来ると何が入ってるんだろうっていう楽しみがあったりしません？ああ、来た、待ってたの。これ我が家に絶対欠かせないアイテムです。じゃーん。こちらはですね、元気玉です。漢方薬なんですけど、一粒結構高いんですよ。高いんですけど、疲れてる時だったりとか、本当に風邪をひきそうだなっていう時に、私と旦那さんはこれを飲むんですけど、私この元気玉と出会う前までは1ヶ月に1回体のね、バランスがその過去に働きすぎたのか、バランスが崩れちゃって、40度の熱がしょっちゅう出るようになっちゃったんですよ。熱が出すぎてもはや辛くないっていうぐらい、普通に自分のご飯も作れちゃうし、家の中で、まあ、好きな時間過ごしちゃうぐらい熱を出すようになっちゃったんですよ。なんですけど、この元気玉に出会ってから本当に高熱出ることはほとんどなくなりましたし、今ねこういう時期だからこそ、そのちょっと風邪ひくなとか、免疫が下がってるな、なんか疲れてるな、季節の変わり目かなっていう時とかに飲むと本当に元気になります。で、代謝が上がって、で寝る前とかに飲むんですけど、すごい汗もかくようになるし、まあね、今なかなかないと思うんですけど、二日酔いの時とかもうめちゃくちゃいいです。私そうあんまりないんですけど、旦那さんがすごいお酒弱いんですよ。ちょっと飲んだだけで二日酔いになっちゃったりするので、そういう時はもうこの元気玉にすごく助けられてます。これ一粒なんですけど、半分とか4分の1切ってちょこちょこ飲んでも大丈夫です。ちなみにあんまり美味しくないので、まあ、覚悟して飲んだ方がいいと思います。はい、あとこれなんだろうね、楽しい。なんとなく動画回してみようと思ったら、すごい楽しい。お洋服だ。あれ、これなんだろう、頼んだっけ。あ、展示会だ。ここのNORC スタイリストさんがやっているブランドの展示会を前に春夏遊びに行かせてもらった時に頼んだものです。ワンピース、しかもカットソーなのでおうち時間に着れそう。やったー、わーい、嬉しい。そしてどんどん行っちゃいましょう。お次は何かな。え、何頼んだっけ。なんかやっぱりさ、家にいる時間が本当に多いから、なんかね、こうね、知らぬ間にポチってるんですよ。え、なに？あ、やだ。丸高まなみさんからです。わあ、嬉
りびっくりポン、なんとてってるー、お誕生日プレゼント。しかもね、あの私、まあ、お誕生日プレゼント何が欲しいって聞いてくれたんですよ、まなみちゃんが。で、スリッパを使ってるんですけど、ずっと同じのを、だんだん使いすぎてボロボロになって、モフモフ素材なんですけど、本当にモフモフ感がなくてもペチャーンってなってたんですよ。だったので、何か欲しいって言われて真っ先にスリッパって言ったんですね。だからすごい、スリッパかな。え、でも開けないと分かんないよね。え、めっちゃ嬉しい、まなみちゃんありがとうございます。まさかの動画でこれを見つけるっていう、すごいな。ねえ、すごい。アグだよ、アグ。アグのスリッパで、どんなやつかな。うわー、待って、すごいすごい、シャキーン、嬉しい嬉しい。まなみちゃんありがとうございます。めっちゃ可愛いスリッパが届きました。しかもこれからさ、履けるように先がサンダルタイプになってる。ありがとう、まなみちゃん。いつもなんかね、本当にね、まなみちゃんはもともと東京で仲良かったんですけど、まあ、結婚して大阪に行くようになってから、まあ、なかなか会えなくなるじゃないですか。会えない中でも毎年誕生日プレゼントを送ってくれるんですよ。今年は何がいいっても聞いてくれたんですけど、それまではなんか本当に不意に誕生日の日に届いたりするので、本当に嬉しくって、気遣いと思いやりのとってもある、あの尊敬できる女性の一人です。本当いつもありがとう、大切にします。いや嬉しい、びっくりした。やだー、うれぴうれぴっぴ。はい、じゃあお次いきましょう。続いてこのカラフルな箱、てってるー。これ分かる人は分かるかな。あの、自分のブランドの洋服を頼みました。なのでこの箱は知ってます。あの、ニコアメリの洋服頼むと届く箱です。何頼んだっけ、なんかセットアップ頼んだ気がする。お、めっちゃ入ってる。まず1つ目トップス。だから自分のブランドだから、ちゃんとまた開けてっちゃおうかな。みんなここで止めないでね、動画ちゃんと見てくださいよ。まずこのワンショルのトップスです。こちら買いました。ちなみに値段は入ってないけど絶対安いはず、3000いくかいかないかぐらいじゃないかな。はい、こちらと、キャラーン、トップス、キャラーン、ドットのトップスです。ちょっとね、まあ、デニムと合わせてもいいですし、みこちゃんですごい人気のサロペット、ニットサロペと合わせても可愛いかなと思います。まあ、おうち時間だったらニットパンツとかで合わせてもいいし、可愛い可愛い。これね、首がね詰まってるけど、ゴムだからめっちゃ着やすいんですよ。そしてそして、これね、なんか夏に向けて T シャツとかにさらっと合わせれそうだなと思ったのと、ちょっと完売しそうだったので頼んじゃった。花柄のスカートです。なんかすごく爽やかなカラーなので、大人っぽい感じも着てますね。やばい。そして、そうだ、これピンクも可愛くて、黒もこれ家で着たいなと思って頼んだんです。これがトップスです。これセットとニットスカートですね。別々でも着れるし、セットで着ても可愛いし、編み地がかぎ編み透けてるので、なんかこれからの時期黒でも重くない、ちょっと大人っぽいかなと思ってこれは頼みました。はい、という4点ですね。ニコアメリっていうブランドです。ちなみにこの服もニコアメリです、ね、ちょっとうざって思ってる人いたらごめんなさい。はい、そしてじゃあ次行こう。次はこの大物、これなんだっけな。あ、わかった、これね、びっくりするかも。あの、私、まあ、お家で最近ね、みんな家にいる時間が多いし、私も多いので、でも不安にね思うこともあるし、自分も私不安に思う瞬間がやっぱり増えた人も多いんじゃないかなと思って、
ね、それこそ本当に一人暮らし東京でしてる人だったりとか、一人でいるとすごく孤独な気持ちになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。で、私も、まあ、友達とも話してて、結婚私たちはしてたから、なんだろう、すごい本当にそれはありがたかったよねみたいな。今じゃあこの時に、この大変な時に一人だったらどれだけ不安な気持ちになっただろうねっていう話をしてたので、まあ、なんかできるだけインスタライブをするようにしてコミュニケーションの時間を取れたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、使ってるライトがあるんですよ。そのライトがなんかちょっと明るいなと思って、で、すごく前に買ったものだったので、今回新しいライトの調節がもう少しできるタイプのものをなんかネットで結構調べて購入しました。もっとみんなとの SNS 時間を増やそうと思って。そのライトがですね、こちらです。なんかリングライトで調べたら結構光の調節ができるよっていう動画を見つけたので、私のはね、その一番低くしてるんですけど結構強いんですよ、光が。なので新しいのを買ってみてちょっと使ってみたいと思います。セッティングしてみよう、どんな感じか。これが脚立です。私ね、ほんとこういう時に説明書見ないから、ちゃんと皆さんにお伝えできないといけないので、これをまず開きました。ここにライトを入れるんじゃない？入れました。ね、これだったらカメラにもねつけれるんだって。だから YouTube の動画とかも撮れるかなって思って、で、これをここにある。で、これが多分コンセントというか電源の部分ですね。これを刺します。後ろにあったので刺しました。そしてこの電源からまたコンセントに引っ張る線つけます。資金、はい、つけました。そして、え、すごくない？私説明書見ないで作ってる。え、本当にね、説明書はね極力見たくない。で、これを携帯がさせるところなんですけど、これ調整できるので、まあ、縦にもできる。私今持ってるやつ縦にできないんですよ。なので嬉しい、それは。で、これをここに挟んだら完成。ちょっとつけてみる。ちょっと買ったものたち簡単に、うん、てかほとんどさ私のものだね。旦那さんのものなかった。2人で使うものぐらい。旦那さんが頼むものって、日用品か。この間届いたのはゴルフのボールが届きました。よし、じゃあつけてみよう。どうやって使うんだろう。あ、すごっ。ねえ、タッチパネルなんですけど、しかも Bluetooth も、あ、ねえ、すごいすごい。これぐらいの明かりで一番低いのはできますね。あ、でもこれだったら、あ、いいね、いいいい、優しい。このライトいいわ。色のトーンも変わります。プラスをずっと押すと、これなんだろう、なんでしょうね。説明書見ます。ここで初めてね、説明書を見るっていう。なるほど、Bluetooth もつなげるってことですね。リモコンがあるのかい？リモコンがあるらしいです。どこ？リモコンどこかな？リモコンない。どれ？リモコン、これじゃないし。え、リモコンないんだけど。やっちゃった系かしら、私。ちょっとリモコンがあるのかないのかわかんないけど、とりあえず見つかりません。なので、ちょっとまあ、あるか探します。多分アプリがあるんだな、きっと。そのアプリの中で、リモコン的な感じで、うん。いろいろとその明るさとかが遠隔で設定できるので、そのために、まあ、Bluetooth ボタンがあるんですけど、これを使ってねっていうことみたいです。はい、というわけでレイワーさんのリングライトでした。はい、本日は自宅に届いた宅配便を開けていくっていう動画でした。はい、
あのおうち時間ねすごい長くなると思うんですけども、こうやって何気ない動画をが配信していけたらなと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンとか押してもらえると嬉しいです。というわけで皆さん今日もありがとうございました。 YouTube でお会いしましょう。